さて、ゆなさん、どうもです。かぶくん、おはようございます。リプレイ横浜まであと2日になりました。今日はリセールの発表、その後、一般参事、これは先着順です。本当にチケットゲットの最後のチャンスです。昨日テレビを見てたら、リプレイ横浜の生放送の CM が流れていました。羽生さん、かっこいい。うん。そして、あさってはまた羽生さんの記念日です。さあ、何でしょうか。 横浜公園初日と、あえー、横浜公園初日と当たるとは本当におめでたいです。はい。ということですね。皆様分かりますか ?2 月17日ですよね。これは何でしょうかはい。答えはコメント欄で。あ、コメントも来てますね。はい。あれですよ、あれ。うん。もちろん知ってますよ、僕も。 また、プロトコル開発しますね。<laughs> はい。あーでもその日あれか、もう、あれ、リプレイも始まっちゃうから。まあ、ね、うん。まあいいでしょう。えー、レモンみかんさんどうもです。カム君おはようございます。ハニエゼルさんは横浜に来ていらっしゃるでしょうから、神奈川県は朝から暖かく、20度くらいの予報。うん。あさって2月17日、リプレイです。だんだんソワソワ緊張してきました。落ち着かなきゃ。 ニー・ウズルさん、スタッフの皆様方、お客様、怪我、事故、病気もなく、リプレイ公演が絶対に無事に成功、大成功しますように、えー、近所の人材祈願をしています。アマテラス、龍神、八幡、三、えー、姉妹の女神、神奈川にもたくさんあります。うん。えー、神奈川もコロナ増えています。に関したらですね、5日間外出しないように言われています。私は花粉、アレルギーもあるんで、メガネ消毒もしていますよ。 家族が、えー、無事に過ごされ、過ごせているとのこと、感謝です。うん。旦那のお母さんも病院施設に入院しました。ギフトそうギギ、えー、ギフトギボが別々の病院施設に入院、えー、滞在しているので、二人とも認知症を飼っていますが、元気にあっちとこっちにもお見舞いに行っています。えー、とにかく、えー、気持ちが低下すると免疫力も下がるから、あげることが大事ですね、えー。皆様、ありがとう。家族も無理しないでね。 はい。ということで、ちょっと体調にも気をつけながらですね。やっぱ体調悪いと、ね、せっかくの楽しいフィギュア観戦も、さ、あの、楽しくなくなっちゃいますからね。うん。横浜公園20度になるんですね。あったかいですね。暑いぐらいですね。うん。りくちゃん、どくさんどうもです。えか、ー、ぶさん皆様、こんにちは。 羽生さんメダル獲得記念祭りで、にぎやかに盛り上がって嬉しいですね。皆様、嬉しい頼りをありがとうございます。一度皆様より聞いてみたいなと思っていました。プロになった羽生さんは、今、海外試合もなくなりましたね。しかし、彼が試合、海外試合の時、大勢のファンが日本から海外まで同行し、応援に駆けつけましたね。その時の気持ちや雰囲気なども教えてほしいのです。彼を応援をしたい一心で、 渡航費含め、えー、高額なお金のことなど、えー、頭の中には冒頭なかったことでしょう。応援できる幸せでいっぱいだったんでしょうか。海外応援経験体の皆様、えー、メダル獲得記念の、えー、機会に、今まで海外行ってきた感想とか、ご自分の気持ちなどを振り返り、えー、当時の、えー、雰囲気なども教えていただけませんか。マッシミリアーノさんが、えー、今まで彼の応援のために、 日本から大勢駆けつけてくれた。今度は彼の応援のため、海外から日本へ行きますと話しされてましたね、えー。海外応援、経験者様、どうかこの記念日に合わせてよ、えー、感想よろしくお願いします。はい。ということですね。あ、これ、なるほど、なるほど。なるほど。まあ、確かに最近は羽生さんね、まあ、クリケットには行かれたりしますけど、あんまりもうショーという、まあ、試合とかのその、 そういったことに関しては、もうあの海外へっていうのはありませんからね。まあ、以前はね、海外に試合があったりするんで、羽生ファンがうわーっとこう行ったり、あのー、観客席なんかもほぼ羽生ファンで、ね、埋め尽くすなんてことも、まあ、風物詩でありましたからね。<laughs> あの、あんまりお客さんに入らないオータムクラシックだったりとか、もう僕、羽生君っていうと、オータムクラシックはどうも頭から離れませんけども、なんか、うん、あのー、もう本当そういうのもすごい、うわーって。 お客さんがもうすごいことで、黄色い歓声とかもありましたよね。うん。あと、スケートカナダ,カナダとかね。えー、グランプリシリーズ。ね。世界選手権もちろん。うん。ね。ということなんで、あのー、やっぱファンの方は皆さん行かれますよね。追っかけていますかね。うん。だからまあ、そういった、あの、なんか、お話とかね、なんかあったら、ぜひコメントください。なんか、エピソード。楽しかったこと、ちょっと困ったこと。 いろいろあると思うんで。ね気になりますね。うん。まあ、たこれから羽生くんも、まあ、予定あるかは分かりませんが、まあ、海外へのショーとかもあったら、皆さん行かれますかね。うん。はい、楽しみですね。みかんさん、どうもです。えー、かぶくん、こんにちは。久しぶりのコメントをします。 カブくんと皆様のコメントをいつも楽しく拝聴してます。羽生選手のえ素晴らしい記録は圧巻で、え一人一,一倍の努力の単物ですよね。そのおかげで私たちファンは楽しませいいていただいています。ありがとう羽生選手。え先日え、近くの書店で予約していたワイ写真集を購入してきましたら、ちょっとお高いなと思って,しま,し思ってましたが、なんの何の、それは、それは、 お値段以上の素晴らしい写真集でした。私のお宝物一つになりました。またえ、今月29日発売のワールドフィギュアスケート総刊100号もえ予約してきました。え年明けてからも、羽生祭りがずっと続いていて、とても嬉しいですね。かぶくん、ありがとう。いや、おかげさまでずっと毎日続いてますね。もう最近、ほんとそんな感じしますよ。ねえ。 いや本当ですね。なんか横浜公演が終わったら一旦休憩になるのかなって思うんですけど、そんな気も、あ、終わんないよ、まだ。乗ってる姿もあるし、終わりませんよ。はい。すごい、続いてますね。続いていくわけですよ。うん。ね、Y の写真集ね。なるほど。お宝,宝物になりましたと。うん。いや、ほんとすごいな、羽生君。うん。えー、ラさん、どうもです。カブくん、こんにちは。 えそっちのパリの散歩道、えー、解熱ありがとうございました。改めて見ても、100点超えの書力を感じますよね。評価が3、2か多くえ、パトリック・チャンをも上回る PCS だったというのも、すごいことでした。うん、えー。カナダに渡って、渡ってからですね。カナダに渡ってから。 ジャンプ以上にスケーティングをしっかり練習するように指導した大沢ーーコーチと、それを忠実に実行した羽生選手の努力の端門ですよね。確か大沢ーーコーチがインタビューで、建物と同じで基礎がしっかりしていなければ崩壊をしてしまう。4回転や難しい要素を盛り込んだプログラムも、基礎がしっかりできていなければ、ステップやつなぎりや細かいミスが出てしまう。措置で金メダルを取るため、 複数の4回転を持つハビエル選手を追いかけ、クリケットに行った羽生選手にとって、4回転の練習より、スケーティングに力を入れる大沢ーーコースの指導に、えー、歯がゆさを感じたと思います。それを受け入れ、しっかりと結果を出した羽生選手は、本当に努力家だと思います。うーん。だから最初は葛藤とかもあったと思うんですよね。あの、ハビエル・フェルナンデスも、 スケーティングがうまいっていう選手はなかったと思うんですよ。ただ彼はエンタメ性というか、そういったところがあって、それに、あの、大沢コーチのまあスケーティングの、あの、なんだろう、伝授っていうのと、あと、その選手の良さを引き出すことができると思うんですよね。その選手の持っている特徴を生かして、足元のスケーティングを基礎を向上させる力。 っていうのが、やっぱクリケットチームすごいと思うんですよ。だからその良さをくぐすことなく生かした。羽生選手も同じで、そういうふうに見てるんですよ、僕は。うん。だから選手の,そのスケーティングのタッチっていうのは、まあ、基礎は同じであったとしても、見せ方が違うので、そういったその個性を生かすっていうのは、本当にこう、オーサーとかトレイシーっていうのは上手いのかなっていう気がしますよね。だからみんな見ていて、あのクリケット練習していた選手の皆さん、やっぱその、 見せ方が違いますけど、こう、演じる、こう、お客さんに届くっていう、心に響かせる力ってすごいなって、やっぱ思いますよね。例えば、あの、今、チャジュー・ファンクだったりとか、ね、それから、ジェイソン・ブラウンも、やっぱり、すごい、こう、心に残りますから、まあ、そういう、なんか、やっぱ、上手なのかなっていう気はしますよね。もともと持ってるものもそうでしょうけど、さらにそれを引き出すっていうのが、やっぱ、上手な、あのね、えー、チームなのかなと思いますよね。うん。 はい。えっ、ー、と、ムーピーさん、どうもです。カブくん、こんにちは。リプレイ、横浜公園まであと2日。横浜の、えー、気温がえ、気温予想が変わりました。えー、最高気温が17度かはは、17度は12度。えー、19日は18度だ,そう8度だそうです。少し下がりましたね。お天気はおおむね良さそう。良いですね。良い、良い、良いようです。うん。はい。1、2度違うだけで、アイスリンクの氷に大きく影響するでしょうね。 羽生くんには万全の体制で挑んでほしい。うん。リプレイ横浜17日の公演は生放送ないので、また佐賀の時のように時間をあまり気にせず、自分の気持ちを語ってくれたらするんでしょうかどうかなどうかなうん。なるほど。そして19日の公演は生中継があるので、時間や言葉を気にしつつも、何か嬉しいサプライズが待っているのでしょうかきっとあります。あ、きっとありますよね。いいですね。 気持ちが高まってきました。うん。あ、ですね。いやはりあると思いますよ。何かしらの。で、今回僕、ビヨンドライブはこれ、2月の17日かな待って。違う。あ、19日か。待ってね。確認しなきゃいけない。またね、ミスっちゃうからね。4時からってのはもう分かってますけど。はい。ということなんで、楽しみですな。何かあるかと思いますよ。サプライズが。 ねえ、これはお楽しみですよ。まあ、それも多分右斜め上行くような、結構ビッグサプライズ持ってきてるんじゃないかな。って思うんだけどね。楽しみですね。うん。ハニープーさん、どうもです。私がフィギュアスケート観戦が好きだと聞いたというおきんとさん、えプリンスアイスワールド志賀公園に一緒に行かないかと誘われました。 私はフィギュアスケートが好きですが、一番好きなのはやっぱり羽生さんで、羽生さんの相性もあるし、えー、チケットないけど、これからも、えー、何かとお金がかかるし、えー、お誘い下さったのは嬉しいけど、今回ごめんなさいと丁重にお断りしました。でも、それから何度も自宅に来られて、ちょっとひそくで困ってます。ほうえー、とまるで宗教の勧誘みたいです。許すね。 今日は玄関のドアを壊しそう。えー、そ <laughs> <laughs> え、そんなにびっくりした。え、そんなにえ、いるんでしょう開けなさいとやられて、さすがに参りました。私以外のフィギュアスケートファンをえ誘ってくれないのかなえ、そこまでや、それちょっと、え、声が変わっちゃいましたけど。えー、とご近所さんなんで、ことを改めたたくないんですが、どうしたらいいのか。お金も時間も余裕のあるときならば、楽しめるかもしれませんが、今は無理です。 リプレイ横浜のリセールと先着販売にかけてるんで正直それどころじゃないわです。ええー、ちょっとそこまでやってくるとちょっと怖いっすね。ガタンゴトンなんてちょっと。え、一回断ったのにまた来てガタンゴトンとか開けなさいとか言われてるんですね。いや、初耳です、そんなこと。怖すぎでしょ。うん。え、皆さんこういう経験ありますかね 僕はない、僕はないというか、そういうことあるんですね。ちょっとびっくり。皆さん、こういう経験ある方はコメント欲しいですね。いやー、なんか宗教勧誘みたいですね、本当にね。ん、ん、な、なんでこんなするんだうん。え、このご近所の方は、普段からそういう方なんですか、なんか。別にフィギュアの関係かん、フィギュアとか関係なく、そういうタイプなのかな。だとしたら、まあ、このご近所の方がちょっと、まあ、おかしいって言ったらあれですけど、まあ、そういうタイプなのかなと思いますけど、 そうじゃなかったら、なんかフィギュアスケートの勧誘役なのかななんだろうね。ちょっと、こ、こんなのは初めて来たんで、ちょっと驚きですね。はい。ちょっとでもなんか買い物とかにも行きづらくなっちゃいますね、こんなのとね。怖いですね、ちょっとね。うん。はい、というわけでちょっと怖い話でしたね。気をつけてほしいですね、ちょっと。うーん。